こんにちは、佐々木優香です。普段はフリーランスモデルとして活動しています。今日は私のカバンを紹介させていただくことになりました。よろしくお願いします。こちらはですね、韓国で6年ぐらい前に買った1000円、2000円ぐらいで買いました。で、もう5、6年ぐらいは愛用してるもので、すごい長持ちしてます。とっても革じゃなくて金属みたいな感じなので、汚れることもなく長く使ってて、お気に入りの一つのバッグです。ミョンドン市場っていう、本当に1000円、2000円のバッグとか靴がたくさんっていうところがあるんですけど、そこで買いました。この財布も、マイケルコースで、小銭の入らないお札だけの入るタイプで、ゴールド、お金がこう入りますよねみたいな意味を込めて、はい、これも長く使ってます。2年くらい使ってます。結構丈夫です。こういう感じでパスポートケースみたいな、本来だったらパスポートを入れる場所なのかもしれないですでも普通にこう必要最低限のカードですね、こう緑が多めですが、はい、入れてここにお札を入れるスペースがあります。小銭をこの財布が入れるところはないので、小銭を入れですね。もうこれも結構同じタイミングぐらいに買ったので、わりかし使い込んでありまして、これ 100% 本革で、かなり哀愁のある感じになりました。メイドインジャパンで、キッソーラというところの職人さんが一つ一つ作ってて、多分なんとなく風合いとかもそれぞれ一個ずつ違うので、結構この先も使っていきたいなと考えております。これはキースティファイとキティちゃんの、ハローキティちゃんのコラボのケースなんですけど、ここにハローユカって入れてるのは、一応10文字以内で自分の好きな文字を入れられるとのことだったので、私がインスタグラムのアカウントはハローアイムユカなんですけど、ハローアイムって入れるとちょっと10文字以上になっちゃったので、ハローユカでハローキティちゃんで、ちょっとダジャレ風な感じで入れてます。私の iPhone はこちらです。赤い iPhone ですね。ケースがケースティファイのこのキティちゃんとコラボした時のやつを使ってます。このケースが一つで、もうアップの後ろといいますか、全部ステッカーを貼ってます。これはイヴ・サンローランのリボンを自分で引きちぎってここに入れてみたやつです。このベビーフェイスの男の子はそれゆけ貞之くんです。そしてこれはリンスのステッカーで、これがヘアサロンのオープン記念にできたステッカーで、ごちゃごちゃ入れてます。で、次は、この U という ZOZO タウンで買ったんですが、マスクケースとマスクが一緒になってまして、やはり、この時期なのでリスだと思うのですが、こういう感じでマスクをつけてます。でもこのマスクを使うときは、いつも使っていることも多いんですけど、洋服に合わせてマスクを変えてるので、今日はこの服に合わせてこれにしてみました。やっぱりシルクってすごい肌触りも良くて、メイクしてる上からでもこう肌荒れしにくいので、おすすめです。ユリです。ケース付きでなんかおしゃれにマスク生活を過ごせるんじゃないかな。これはクシーです。ちょっと前髪を整えるために使っています。これは100円ショップで普通に買いました。結構で、かっこさのない感じ。
いいと思います。折りたためるのでこういうバッグも大丈夫です。最近使ってる香水フレグランスなんですけど、これはオーパラディンっていう結構有名だと思うんですが、それの金木犀の香りします。甘いですけどこう少し爽やかな感じがして好きです。一番大きいのもあって迷ったんですけど、なんかシーズンごとに変えたいなと思ったので、ちょっとこのサイズをチョイスしました。でこちらですが、ストローです。こんな風にちっちゃく入ってるんですが、引っ張ると伸びます。結構普通の 500ml のペットボトルも飲めます。で撮影とかで結構ペットボトルでいただいたりするときに上向いて飲めないというか、こうヘアメイクしてもらってるので、なのでストローで飲むと同じ位置でこう、はい、モデルとしてこう固まれるので必須と言いますか、プラスチック使うのも少しもったいないなって気持ちになったりするので、これをちょっと持って歩くことにしてます。で私がアルバイトをしていたビームスで BPR っていうあのコーナーがありまして、この雑貨がたくさん取り扱ってるお店、ビームスのお店だったらどこでも買えるんですけど、そこで買いました。3つ基本的に持ち歩いてて、これは資生堂さんのモアリップといって、普通のリップクリームなんですけど、中緑用リップで、普通の美容液リップでも全然いいんですけど、これ塗ってると本当に口が荒れなくてカサカサもしないですし、一回リップこういうリップ塗る前に塗ったりもしますし、寝る前も塗りますし、まあ、朝とか朝ピンでこう出かける前とかもこういうリップ塗っていきます。すごい塗ってるのでもうなくなりそうです。それぐらい使えるものです。人によるとは思うんですけど、私の周りの友達とか友人の子とかも使ってますし、メイクさんとかもこれで一旦リップ塗ってるっていうことを結構多いかもしれない。これはみんな持ってるロムアンドの、私は13番をチョイスしております。今日のネイルの色と似てますね。こういう感じの色が好きで塗ります。こういう感じの色ですね。発色すごいいいですし、あの香りがお菓子みたいな香りがして美味しいというか、いい香りがします。あとマスクつけるときもあの取れにくいですね、このリップは。普通の、ね、ルージュとかよりも一応ティントなので染まるタイプのリップなんです。これは安くて可愛くて長持ちしていいです。それと同じくらい使ってるユーサンローランのリップですね。これはピンクで割とナチュラルです。実際は割と難しいベーシックなピンクの血色良くなる感じのもので、パッケージがすごいギターで可愛いですね。音楽をテーマにしてた時、クラブ音は12番です。でこれは韓国で、友達が旅行行った時に買ってお土産でもらったんですけど、すごいいいなと思って自分でも、リピートしたハンドクリームです。結構乾燥しがちなので、なんかいろんなハンドクリームを使ってきたんですけど、これがすごいなんかいいなと思って使ってます。ブーケガルニの香りがクリーンソープです。全部いい香りです。なんか石鹸系の香りがすごい全部素敵なので、ぜひ皆さんも嗅いでください。これはミンティアです。口の香りがすがすがしくなるやつですね。これはなぜ持ち歩いてるかというと、撮影で
メイクしてもらう時もそうなんですけど、まあマスクしてるんでそんなにこう顔が近づくことはあんまないんですけど、まあエチケットとして使ってます。で、あとはツインとか 2,3 人でモデルさんとこう並んで撮る時とかなんか割と近寄ったりするのでこう気になるので普通にこういうのでケアをしております。このミンティアのイチゴの方かな、ベリーの方ですかね、もう好きです。このミントクリアプラスマイルド、クリアプラスマイルドもめちゃくちゃいいです。どっちかというとこっちの味が一番いいですけど、たまにこう味変したいとかピンクの方があったりします。これはハンカチです。まあやっぱり最近は手洗いも多いと思うのでハンカチは絶対持ち歩いてるんですけど、なんかいろんなハンカチ持っていまして、一番お気に入りがこのザ・日本の夏祭り手ぬぐいでございます。広げると、まあ、全部同じ柄なんですけど、ちょっとなんで今日これを持ってきたかと言いますと、これは夏に買いまして、今年は夏祭りがなかったので、なんかこうここで密かに夏祭りを楽しんでみようかなと思って、まあシンプルに可愛いなと思って買いました。本屋さんの雑貨コーナーで買いました。なんか急に本屋さんにプラプラしてたあったので、なんか素敵だなと思ってずっと使ってます。なんか手ぬぐいの方がハンカチより乾くのが早いですよ。だからちょっとバッグとかに忍入れとくときも、なんかハンカチの時よりはこう早めに乾いてる感じするなって実感をしてます。最後はこちらのエコバッグでございます。これもなんかハンカチと一緒で薄めのものですね。折りたたみもできます。何でも薄めにしてたりちっちゃめにしてるのはこういうふうにコンパクトにこういうバッグに入るためになんですが、ただこのバッグだと大きいものは入れられなかったりするので、ちっちゃくするとこんな感じで私にはちょうどいいなと思っております。中村和弘さんというフォトグラファーの方がオリジナルグッズとして作った、エコバッグなんですけど、一回もお会いしたことはないです。でもすごくおしゃれですよね。で、買った場所はドラフォーレのなんか普段ポップアップみたいな感じでお店を出店してたので、多分もうないかもしれないです。検索したらもしかしたら出てくるかもしれないですけど、あとはなんか撮影とかでデニムとかインナーとか持ってきてくださいって言われるんですけど、そういう時もなんかその日着たい服スカートだなって思った時とかは、あとスナップとか自分の私服を使う撮影があったりすると、人かなんかこう臨機応変に着替えられるようにこういう自分の私服を入れたりとかもする時もあります。これが私のカバンの中身でした。ありがとうございました。インスタグラムを SNS は主にやってるので、よかったら見てください。